おはようございます、今日は派遣法の審議ということで、労働法制といいますのはですね、人の働き方を決めるということで、これは単にですね、労働者がどういう形で働くかだけではなくて、国全体の国の形を決めると言ってもいいような、これは当然その子育てとか、いろいろな年金も含め、医療も含め、他の問題にも大きく影響してくる大変重要な、本当に重要な問題だと思っておりまして、一見これがいいと思ってもですね、よくよくどういう影響が最終的に出てくるのかをよくよく考えないと、これは非常にまずいことになるということで、これはもうヨーロッパ諸国でもですね、一旦やったけれども、これはちょっとまずかったということで修正ということがなされて、それでいろいろなですね、教訓が出てきていると、こういうふうに承知をしております。そういう意味でですね、今回ちょっと不可解なのがですね、公明党の方から修正案というのが出されたということで、この配布資料の6ページでございますけれども、こういう骨子が出されたと。それでですね、その後何か撤回されたというようなことも側聞して、直接は聞いておりませんけれども、側聞しているんですが、この派遣法、この法律そのものがですね、今審議しているものが不十分、あるいは問題があるということで修正案を出されたのかどうか、その意図について公明党の山本副大臣にお伺いします。山本厚生労働大臣、労働副大臣。お答えさせていただきます。今公明党の方から提案された案につきまして、ご質問でございますけれども、私といたしましては政府提出案が不十分だという認識は持っておりません。とにかく本日からしっかりとこの本格的にご審議をしていただく政府提出案につきまして、現在の政府の一員といたしまして、しっかりと早期の成立をお願いしたいと思っているところでございます。長妻明君。これちょっと本当腑に落ちないんですね。これ大切な法案ですので、これどういう、じゃあ不十分ではないと、この提出した意図、修正案を提出した意図は 本法案が不十分だから出したということではないというご答弁でしたけれども、ではどういう意図で出されたでしょうか。山本厚生労働副大臣。私の現在の立場といたしましては、どういう意図かということをお答えする立場にはございませんけれども、今回 の公明党から提出されました提案につきましては、与野党の間で、幅広い合意形成をするための一つの案だというふうに、伺っております。長妻明君。意図は分からないとおっしゃりながら、冒頭のご答弁では本法案が不十分だというようなことだから、この修正案が出されたんではないと、こういうふうにおっしゃりましたけれども、それはじゃあ、そこの部分は確認しているということなんですか。山本副大臣。政府といたしましては、政府提出案をお願いしているところでございまして、政府の一員といたしまして、この法律案をお願いしたいと申し上げたところです。長妻明君。これ与党がですね、多数を取って、それで内閣を形成するわけですよね、これ。ですから別に国会は関係ない、政府とは全く別物ではないわけでありまして、そういう意味ではその本法案、閣法についてですね、やっぱり修正案が出るということは、もちろん不十分、あるいは補足をしたい、という思いで出されたというふうに思っておりましてですね、そういう法案であれば、私としてはですね、もう一回じっくり議論をして、与党はですね、閣議決定やり直す権限があるわけですよね。で、閣法をもっとちゃんと作って、そして国会に提出すると、これが筋だというふうに思いますんでですね、これ委員長にもですね、この私委員長の差配というのは
まあ、理事会に出席してないんで分かりませんけれども、本来であればですね、これは不十分なんじゃないのかということを与党に問うていただいて、そうであればですね、与党の中でもう一回きちっと話し合って、ちゃんとした法律を閣法として出されたらいかがですかと、こういう問いかけ、依頼をするべきではなかったかと思うんですが、委員長いかがですか。私の方のあれですか。私はですね、基本的には、今回の提出された閣法、これをしっかりと審議するのが委員会としての役目だということで、私はそういうふうに決めさせていただいたわけです。委員長、これ質問する側の野党の立場もですね、ぜひご配慮いただきたいと思うんですけれども、野党としてはやっぱりその修正案の案文を見るとですね、例えばその臨時的かつ一時的なものであるという派遣の原則、これは今の法律に書いてないわけですね。ところがそれを書くべきだというものがここにあるということは、やっぱりそれを書き込まないとまずいという意識があって、そういうことを出されているのではないのかと。つまり不完全な法律をですね、こう我々も質問準備大変準備させていただいているわけですが、不完全な法律をですね、議会で、質問しろと言われてもですね、これを成立させてしまうと不完全なものが成立するということになりかねないんで、これは後の質問者からも指摘あると思いますけれども、非常におかしい、不可解だと思います。その延長線上での質問をいたしますけれども、この結局今回の法律はですね、いろいろこれ問題をはらんでいる若い人たちがですね、今後ですね、私は非常に労働生産性も上がらずに大変な状況に追い込まれる懸念が非常に強いというふうに思っておりまして、例えばですね、今回の法案では派遣元が無期雇用の場合は全く制限なく派遣を一生することができると、こうフリーなんですね。これ大臣個人としてのご意見でもいいんですけれども、これ我々の子どもたちもですね、こういう働き方が普通になってしまう世の中、もう本当にいいのかという強い私は危惧を持ってるんですが、これなぜですね、派遣元に無期雇用されている場合はですね、何にも制限ない、期間制限ないと、フリーだと。これなぜそんな考え方をお持ちになったんですか。塩崎厚生労働大臣。無期雇用の派遣労働者の場合のお尋ねがございました。自らの働き方としてこの派遣を積極的に選択するケースもあって、そのうち相当数の方が派遣のままで常用的に働くことを希望されているということ、それから有期雇用に比べてこの無期雇用の場合には雇用の安定が図られているということ、それから今回の改正案によりまして、派遣会社に対して長期的な観点に立ったキャリア形成支援を義務づけること、などからですね、派遣労働の弊害が少ないのではないかという考え方のもとで、労働政策審議会の権威において、期間制限の対象外というふうにされたものでございます。委員長、長妻昭君。これ塩崎大臣、本当にですね、よくよくやっぱり考えないと禍根を残す危険性があると思うんですね。厚生労働省が取ったアンケートでも、あなたはなぜ派遣にで働くことになったんですかって言ったらば、一番多いのがその正社員になれなかったからだというのが一番多い理由でもありますし、雇用の安定とおっしゃりましたけれども、この無期雇用で雇われている派遣元にですね、これはもうずっと一生派遣元の正社員だから大丈夫だとこう思いきやですね、派遣先との契約が切られたとき、本当になくなったときはですね、例えば休業になるということなんですね。16ページでございますけれども、休業になる、休業になるのは私はいい方で、本来はですね、そこで解雇されるというようなことも非常に多く起こると思いますが、休業ということを厚労省はおっしゃってますんで、例えば休業になるとですね、平均賃金の6割しか金が出ないんですね。正社員と銘打っても。
これは大臣、あの最低賃金はまさか下回らないんでしょうね、正社員ですから。塩崎厚生労働大臣。あの今休業手当と最低賃金のこの比較のご質問がございました。この労働基準法では使用者の責任に帰すべき事由によって休業になる場合、この時は休業期間に対しまして使用者は休業手当を支払うということとなってございます。所定の賃金額が最低賃金額以上であって、そしてかつですね、労働基準法第26条の規定通り平均賃金額の6割、60% 以上の休業手当が支払われている場合には、実際に支払われた休業手当の額が最低賃金を仮に下回っていたとしても最低賃金法上問題はないとしています。いずれにしても休業手当が適切に支払われるよう関係法令の周知に努めてまいりたいというふうに思います。長妻昭君。これ雇用の安定と全然違うんじゃないですか。この、このニュースリリースっていうあるその派遣会社のニュースリリース今持ってるんですけれども、早速この法案を先取りしてかですね、今度社員を採用すると、常用型派遣事業をやる、今回採用の正社員だと。で、派遣期間が終了しても派遣会社と派遣労働者の雇用関係は継続しますというふうにあるんですが、雇用関係は継続してもたとしても休業になる可能性がある、その時は6割だから最低賃金より下がる、これがどこが雇用安定なのかと。私が理解しているのはドイツなどではですね、そういう場合はでも最低賃金を下回らないようにするというような配慮があるやにも聞いておりますけれども、これはこの考え方、最低賃金を下回るということはさせないというふうに考え方を変えるというお気持ちはありませんか。塩崎厚生労働大臣。あの先ほど労働基準法の第26条に、使用者の責任に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は休業期間中の当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないということで、休業手当が支払われるわけでありますけれども、今のお尋ねについてはですね、休業期間中は実際には労務の提供を受けていないということから、当該期間におきまして最低賃金額を下回っても問題はないということとしているものでございます。雇用関係はもちろん今ご指摘のように無期雇用ということでつながっているわけでございます。長妻昭君。ですから政府の立て付けはですね、派遣元が無期だから一生派遣でもいいんじゃないかと、こういうことなんですが、それは大変これ問題がある。もう一点目の問題としてはですね、配布資料の1ページですけれども、こんな図を作ってみました。派遣労働者はですね、二重上司、上司が二重になっていると、雇用主と使用者、しかもですね、雇用主にとって使用者はお客様なんですね、大切な。で、使用者の方が雇用主より力が強いと、この会社で言えばですね、こういう非常にですね、問題がある状況になっている。塩崎大臣もご存知のように、労働者供給事業ということは、昭和22年から全面禁止されてます。で、例外として、派遣というのが例外として出てきたと。アルバイトとかパートはですね、昔から禁止はされてません。これは禁止されてない直接雇用の働き方として、禁止はされてないんです。例外でもないんです。ところが、派遣というのは、労働者供給事業、つまり昔は親方がいてですね、自分の子分をこう、仕事をさせてそこから給料をピンハネするとか、いろんなことが起こって、これ自体はもう二重上司なんだと。派遣つまり雇用主と使用者が違うというのはいろいろ問題があるということで全面禁止されてたものをですね、例外的に認めるということで我が国は一歩踏み出したということも踏まえないといけない。で、その中でですね、21ページ見ていただきますと、これも非常に切ない話だと思うんですが、厚労省にですね、正確に資料をちょっと作っていただきまして、
その製造業で働く派遣労働者の事故率ですね、1000人当たりの事故、労働災害 4.8 ということでありますが、全労働者でいうと 2.8 なんで、全労働者に比べて倍近くも派遣労働者はですね、製造業現場で事故が多い。これが端的に私はですね、雇用主と使用者の分離という、この矛盾がここに弊害が露呈している案件ではないか。で、厚労省に聞きますと22ページですね、いやいや、これは経験年数が少ないから、それが大きな要因なんだと、派遣が倍多いのは。でも逆に言うと経験年数の低い人をですね、そんな働かせてるというのも問題だと思うんですが、実はこの要因というのもですね、本当にそうなのかということで、最近厚労省が9月末ですかね、発表した調査を見ますとですね、ちょっとこの別の観点が出てくるんですね、23ページでございますけれども、これはですね、安全衛生教育受講というのを、この右の方、安全衛生教育を受けていない、受けていないという労働者、派遣労働者一番下ですけれども、44%。臨時日雇い労働者が 35% ですから、パートタイム労働者が 31%、契約社員が 34%、正社員が 34% ですから、パートタイム、アルバイトよりもですね、安全衛生教育を受けてないんですよ。一番受けてない働き方なんですね。私もですね、ある製造業で働く派遣の方にお話聞きましたら、いや、正社員はもう十分何ヶ月も安全教育受けてるけれども、自分は受けたことがないと。ここにおっしゃってる派遣の方もいらっしゃるわけで、その24ページ目もですね、ここの調査でもですね、安全衛生活動に参加していないというのがですね、その派遣労働者が一番多いんですよ。臨時日雇い、パートタイムよりも参加してないというのが多いわけで、本当にこれ、見過ごされてるわけで、ありまして。まあ、この25ページですけれども、結局はですね、まあ、法律はいろんな立派なこと書いてあるんですよ。その両方、派遣元と派遣先がこういう責任を負いなさい。衛生管理者の選定とか、いろいろなですね、教育とか。ただ、同じ義務が両方に同時にかかってるんで、お互いどっちがやるだろうと、どっちかが。こういう形になって、それが進んでない。しかもですね、問題なのは、この二重上司と言いましたけれども、派遣先、つまり派遣労働者を受け入れて工場で働いていただく、その派遣先にとっては、もし、その労働者が事故が起こったとしても、労災の保険は払わないでいいんですよ。労災の保険を払うのは派遣元が払うわけですから。で、労災の保険は、ご存知のように払えば払うほどですね、保険料率上がっていくんですね。ですから、派遣先にとってはですね、その事故の責任というのが非常に少ない。こういうことで事故が倍近く起こっているということをほったらかしたまま、こういう弊害がですね、事故だけじゃありません。セクハラも多いと聞いておりますし、いろんな問題が、育休も取りにくいとかですね、そういう問題を放置して、派遣元が無期だから、何でもいいんだと、フリーにしようと。こんなバカな考えは、変えた方がいいんじゃないのかと。まあ、公明党もですね、そこの重大な問題に気づいたんではないかと、私は推測するんですが、大臣ちょっともう一回閣議決定やり直す。国家100年の刑に立ってですね、そういう決断をするというのも私は一つだと思います。いかがでしょう。塩崎厚生労働大臣。先ほど山本副大臣から ご答弁申し上げましたけれども、我々政府としては、厚生労働省としては閣議決定をし、そして、まあ、我々としてベストなものということで、法案を提出しているわけでございます。で、今、国会の方で、委員会の現場で、話し合いがなされていて、その中での、まあ、公明党の、まあ、言ってみれば、考え方の整理を示されたというふうに理解をされており、しておりまして、まあ、まあ、私としては、厚生労働大臣として、この、取りまとめて、閣議決定をして、
そして国会でご審議をお願いをしているということでありますから、やはりこれをですね、しっかりと審議に取り組んで、揉んでいただくということが、やはり一番大事なことであって、その中から何が出てくるかは、それは議会の、国会の方の、まあ、ご議論の話でございますので、ぜひともご審議を賜れるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。長妻昭君。この人の一生を決める法律を、まあ、何が出てくるかご審議ということで、まあ、本当に詰めて考えていただかないとですね、いけないと思います。まあ、13ページ見ていただきますと、まあ、ドイツでもですね、派遣元が無期であってもフランスでもですね、期間の制限があるわけですね。それは別に派遣元が無期だろうが有期だろうが、ですから派遣という働き方はあくまで例外であると、まあ、いうことが大変重要な観点であると思います。その意味でですね、何かその政府の中でですね、その我々がいろいろ質問して一生派遣になることを認める法律だというような話をするとですね、それは間違った認識だみたいなご答弁がある場合があるんですが、これちょっとこれは決着をつけたいんですけれども、派遣元が無期の場合は、その方が20歳からですね、60歳65歳までずっと派遣労働者、派遣先で働くということは、この法律で解禁になると、これはお認めいただきたいと思うんですが、一生派遣で働くことができるようになると。はい、塩崎厚生労働大臣。止めてください。どうぞ。止めてください。ちょっと考えたら止めてください。大臣、止めてください。大臣、いいです。大臣どうぞ。本番じゃないから。はい、大臣。全体のですね、こう今、まあ、派遣で働いていらっしゃる方々の中で、無期雇用になっていらっしゃる方、つまり今回は期間制限がかからないということになっている方々は、大体 17% というふうに聞いております。で、この方々が、まあ、先生のおっしゃる方でいけば、まあ、一生派遣というふうにおっしゃられますけれども、当然のことながら、こういう方々にもキャリアアップの、まあ、言ってみれば、義務がかかって、派遣元のですね、方で、しっかりと、長期的な観点からもやるということでありまして、そこからまあどういうふうにいくかというのは、それぞれの働いていらっしゃる方々の選択があるというふうに理解をしてますので、決してその基本的には一時的臨時的な働き方、そして使い方という認識は何も変わらないということでございます。長妻昭君。この 17% と言いますけれども、この比率私急増をする、つまり全体のパイがですね、この法律が通れば来年の4月から新入社員がですね、派遣会社に正社員として多く採用される、そしてまあ一生働き方、この派遣という形に陥って、まあキャリア云々って教育とおっしゃいますけれども、もう派遣先がコロコロ変わってですね、本当にそんなことが受けられるのかどうかと、つまりあくまで例外的なのが派遣なわけで、ありましてですね、まあ、ぜひこの派遣、一生派遣の問題について真摯にこの向き合っていただきたい。今の答弁だとですね、これ誠実ではないと思うんですね。つまり今は自助努力でですね、それは正社員になればなるようなこともやってあげるからなりなさい。ただ法律的な仕立てとしてはですね、一生派遣で働くことができるということを解禁すると。それはそうなんですということをちゃんと大臣がおっしゃらないと、これ誠実さに欠けると思うんですね。国民の皆さんに誤解を与えますよ。一時的臨時的の原則は守ってんだと。そうじゃなくてですね、一時的臨時的ではないことを踏み出す法案であると。それをまず前提として押さえて言っていただきたいと思うんです。塩崎厚生労働大臣。大臣、本当じゃないか。まず第一にですね、今回のこのいわゆる派遣元はすべて許可制になるわけで、その際の
その際のですね、条件は、静かにしてください。そのキャリアアップをちゃんとやる仕組みを持っているということが、まあ、一番の、まあ、許可の条件でもあるわけでございます。それと、先ほど申し上げたようにですね、無期雇用派遣労働者については、まあ、自ら、まあ、希望されていら、これを選んでらっしゃる方々がおられるということ、それから、まあ、有期雇用に比べてですね、はるかに雇用は安定しているということでもあり、しかし、キャリア形成支援を義務づけるということを、派遣会社に対して、長期的な観点からですね、特に、まあ、この無期雇用の場合には、特に長期的な観点からキャリア教育ができるわけでありますから、まあ、それを義務づけているということで、派遣労働の弊害が少ないということで、これは期間制限を対象外としてもいいんじゃないかということで、ありまして、まあ、希望する方々には、やはり正社員や、まあ、正規の雇用の関係になっていただくように、それは支援をするように、派遣元にも、まあ、義務を課しているわけでございますので、まあ、そういうことで、私たちは決してその一生派遣というようなことを、まあ、認めているわけでも全くないということでございます。委員長、長妻昭君。これは塩崎大臣とは予算委員会の筆頭理事として同志いろいろ長期にわたって議論させていただきましたけれども、もっと塩崎大臣は本当に誠実な方のはずなんであります、私の理解では。つまりですね、これやっぱりですね、我々政治家ですから、政治家同士ですから、やっぱりその法案のデメリットメリットを、全くデメリットのない法案なんてないでしょう、世の中に。これは考え方の違い、私はデメリットの方が非常に大きい法案だと思いますけれども、ただそれをですね、お互いちゃんと事実は事実として認めて議論しないと、国民の皆さんにですね、これも高い税金払ってこれ審議してるわけですから、誤解を与えるわけで、今回はだから派遣元が無期の場合は、これは生涯派遣労働者という働き方、これを解禁をすると。もちろん個々の努力でですね、正社員に移りたい人は途中で移るということもありましょうが、法律的な仕立てとしてはそういうことを解禁する法律になってるんだということはお認めにならないと、対策も打てないですよ。そうだ。塩崎厚生労働大臣。今、先生おっしゃっているのは、この無期雇用、約 17% の方々のことをおっしゃっているわけでありますけれども、何度も申し上げますけれども、このキャリアアップに関しましては、この無期雇用の方々についても、当然やるわけでありますし、そもそも現行制度で、期間制限の対象外としている26業務、これについてはですね、これに従事する派遣労働者は、派遣労働者全体の約4割を占めているのでございまして、それに対して、無期雇用の派遣労働者は、今申し上げたように全体の約2割弱と。でまあ、今回の改正案によって、より、まあ、期間制限の対象外が、拡大されるということではなくて、むしろ逆に、この期間制限の対象外がですね、まあ、縮小しているというか、4割のが、今度は2割弱になるわけでありますから、むしろこれまで、対象外だったところが、むしろそれが制限がかかるということになっているところもあるということをですね、ご理解を賜らなければいけないなというふうに思います。長妻君、ちょっとお答えになってないんですけれども、まあ、業務で制限している、例えば通訳業務とかですね、もう常にずっと恒久的にその毎日8時間働くような、そういう業務でないものも規定をしてですね、その範囲内だけで、それ以外は原則期間制限を設けると、派遣元が有期だろうが何だろうが例外ないというのが現行の仕立てであります。でやはりいろいろ聞いてみますとですね、派遣労働者はですね、人事部が絡んでない、派遣先の人事部が絡んでないケースが多い。人件費でもなくですね、その物件費として支払っているケースもある。まあ、資材部が対応しているケースもあるということで、ある方から聞いたんですが、派遣の方をですね、別の派遣に変えるときに、派遣先はですね、まあ、派遣さんの返品をすると。いうような表現をしたり、あるいは派遣さんというふうに呼んだり、まあ、アルバイトのことは自社さん、自社で採用している、ジョブさんとかですね、呼び方がまあ、いろいろあるということで、ありまして、
で、本来はですね、今お答えになっていただきてないんですけれども、この有期であってもですね、派遣元が、これ単純にですね、部署さえ変われば、変えれば、3年おきに永久にできると。こんな、抜け穴もあるということで、有期だろうが無期だろうが派遣元にですね、雇われて、まあ、基本的には一生派遣として働くことを解禁をすると。それは自助努力あるいはサポートでそうでないルートに入るという方もいらっしゃるかもしれませんが、法律の仕立てはそういうふうになっていると。これについてどうするんだということなんですね。で、この仕立てをですね、実は私の理解ではこの規制改革会議も心配をしまして、この仕立てにするんであれば EU 並みに均等待遇にしろと、EU 並みに均等待遇にして、そこでストッパーをかけなさいと、こういう趣旨のご提言をされておられるんですね。で、今回は法律の中にもですね、均衡待遇ということが非常に曖昧な形で、配慮義務のような形で入っております。で、5ページ目でございますけれども、均等と均衡の違いは何なのかと厚労省にお尋ねをいたしましたところですね、まあ、均等、これは、下にもありますように EU 指令でも EU 加盟のですね、国々はこの均等というのは特に国内法に全部反映されせなければならないということで、これが派遣におけるですね、まあ、ある意味では最高法規であるわけであります。均等は EU 諸国が守っていると。申し合わせの時間が過ぎておりますので、ご協力お願いを申し上げます。これ委員長、5分前普通来るのが今回来てない。もうすでに言っております。これじゃあちょっと短くやりますけれども、はい、まあ均等というのはこれはイコールのことだと、つまり結果として同じ待遇だと。で、均衡というのはこれは日本にしか概念だと厚労省もおっしゃっておられます。これはバランスという意味で、具体的措置を法律で規定をして近づけていくだけであって、結果は問わないんだと、こういうふうにおっしゃっておられて、全然その規制会議が提言しているように、これでストッパーをかけるという歯止めをかけるということもなくなって、そして一生派遣というような働き方を解禁をしていくというのは、これ大変問題が深いと思うんですが、最後大臣、これ是正するお気持ちないですか、均等ということで。塩崎厚生労働大臣。長妻先生ご指摘のように、同一労働をしていれば同一賃金が保障されるという仕組みを作っていくことは、まあ、大変重要な考え方であるということは、まあ、今の EU の指令においても、また定められていることは承知をしているわけでありますけれども、やはりこれはそれぞれの国のやはり報酬のあり方というのがそれぞれあって、日本の場合と、まあ、EU の場合は必ずしもそれが一致をしていないわけでございまして、この職務に対応した賃金体系が日本の場合には普及をしていないで、むしろ能力とか責任とか配置転換の範囲などの要素によって賃金が決定される、いわゆる職能給というのが、まあ、日本では一般的で、あるわけでございまして、我が国の労働市場においてすぐさま今おっしゃった同一労働同一賃金、まあ、こういう仕組みをそのままストレートに導入するというのはなかなか難しいという問題が数多くあるのではないかということで、まずはですね、個々の事情に応じた均衡待遇を推進していくことが重要であって、今回の改正案においても賃金等の面で派遣先の責任を強化するなど等によって、まあ、均衡待遇をできる限り推進をしていくということが私どもとしての、今取るべき道ではないかというふうに思っているところでございます。すでにですね、はい、わかりました。ここで質問やめますけれども、これヨーロッパ諸国だって二十数カ国 EU 指令守っていて、それぞれ賃金が違うんですね、考え方が。で、正社員と同じような賃金に派遣労働者もするとするとですね、正社員が増えるんですよ。派遣で雇うよりも正社員と同じだったら正社員の方がいいということで、で、ドイツは好景気の時にですね、正社員が増えて派遣が減ったんですね。日本はこの法律が通ると好景気の時に正社員が減って派遣が増えると、こういう悪循環にならないという保証がないんで、もうぜひですね、出し直すという決断をしていただきたいと思います。ありがとうございました。